燃油サーチャージが異例の急騰劇を見せています。原油高は高止まりしていますし、円安もサーチャージ高騰の原因となっています。業績は回復基調にあるのに気になりますね。何か対応策はないのでしょうか。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹正秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。1、原油高と円安でサーチャージが高騰しています。2、チケット代が高騰しても成田ハワイ便は回復基調にあります。3、円安で国内旅行が増える可能性もあり、航空会社は楽観視できない状態です。というわけで今日は ANA と JAL 燃油サーチャージ空前の高値の苦悩をテーマにお届けします。燃油サーチャージが異例の急騰劇を見せています。例えばハワイのホノルル成田線の場合、 JAL の2022年8月から9月のサーチャージは3万500円と前年同期の約7倍まで跳ね上がっています。ANA も同様に8月から9月は3万1100円となっています。竹正さん、この高騰はいつまで続きそうでしょうか。はい、国際線のチケット価格は上昇傾向にあります。ホノルル成田の往復便価格は夏休みシーズン前の7月末時点で ANA が15万7000円、 JAL が16万6000円となっています。通常のチケット代10万円にサーチャージや税金などを含む費用が6万円ほど上乗せされているんですね。航空券だけで15万円を超えるとなると海外旅行のハードルはまだ高いですね。空前の高値圏が年内は続きそうですね。原油高は高止まりしていますし、円安もサーチャージ高騰の原因となっています。旅行客の回復も鈍いのでしょうか。回復基調になりますね。そうなんですね。はい、JAL は7月から9月のハワイ便についてはコロナ前の2019年比で 45% まで回復すると見込んでいます。 ANA もですね、7月1日からハワイ成田間で超大型機の運航を2年4ヶ月ぶりに再開させています。この日の便は搭乗率 78% でファーストクラスとビジネスクラスは満席だったそうですね。満席、それはすごいですね。サーチャージの追加料金や PCR 検査の手間があっても海外旅行したい人がたくさんいるということですね。年末年始の休みにかけて一段と増えてきそうでしょうか。 JAL は慎重に見ているそうですね。チケット代が高騰したことで繰り返し旅行へ行く需要が減るという恐れがあります。円安も影響して国内旅行を選択するっていう観光客が増えてくる可能性は十分にあります。観光庁は感染者拡大を受けて全国旅行支援の開始時期を延期しましたが、年末年始は国内旅行を選ぶ人も増えるかもしれないですね。航空会社にとっては悩ましい問題ですね。サーチャージは8割の搭乗率があれば燃油料金のコスト増加分を相殺できるという制度です。搭乗率が低ければ燃油高騰が業績にも影響してきます。業績は回復基調にあるのに気になりますね。何か対応策はないのでしょうか。外国人観光客の取り込みが鍵となります。 JAL と ANA は国際線から国際線へ乗り継ぐ三国間流動の集客を進めています。 ANA は成田空港の北米アジア路線の搭乗率がコロナ前と同じ8割まで回復しているそうなんですね。ANA はさらなる増便、 JAL も乗り継ぎがしやすいダイヤ編成を構築していくって構えなんです。乗り継ぎだけでなくインバウンド需要も戻ってくるといいですね。そうですね。ということで今日は東洋経済オンラインより ANA と JAL 燃油サーチャージ空前の高値の苦悩をテーマに、東洋経済の星出良平記者のレポートをお届けしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。